皆さんこんにちは、証券ママです。今日はですね、ホームベーカリーに一時発酵までお任せして塩バターパンを作っていきたいと思います。とっても美味しいので最後までご覧になってぜひ作ってみてください。それから他にもいろいろなパンの動画があるので、よろしかったらご覧になってください。それでは早速作っていきます。まずこういったホームベーカリーのパンケースにどんどん材料を入れていきます。今日はですね、強力粉と薄力粉を混ぜて作っていきたいと思います。まず強力粉 160g ですね。薄力粉が 40g 入ります。合わせて 200g にしてください。次にお砂糖ですね。お砂糖は 10g 入れます。それからお塩が 3g 入ります。それからですね、お水と牛乳を今日は半々で作っていきたいと思います。お水が 70g 入ります。それから牛乳も 70g 入ります。それからバターですね。バターは今日少なめなんですが 5g 入れます。はい。それからドライイースト 3g はホームベーカリーの所定の位置に入れていきます。はい、スタートさせます。これで一次発酵まで1時間ほどかかるので待ちます。あとですね、中に巻き込んでいく有塩バターを 5g×6 個をカットして冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは一次発酵まで終わったようなので、ホームベーカリーから出していきます。はい、こんな感じに生地ができました。ちょっとね、打ち粉をしますね。ちょっと丸めます。はい、こんな感じに丸めたら、これをですね、綺麗な面を上にして、これをだいたい直径27センチくらいの円形に伸ばしていきます。はい、じゃあちょっと測ってみますね、定規で。そうですね、だいたい27センチくらいになりました。6分割にしていきます。はい、だいたい6分割にしました。あとですね、これちょっと大きさがちょっと違ってるんで、ちょっと大きいのはね、小さいのの横にこうちょっと切ってつけてもいいですね。今日は特に重さは測りませんけれども、こういった部分をね、こういうふうにちょっと切って、ちょっとこれどう見ても大きいですよね。そしたらちょっと裏を剥がして、でまあこれ、この部分をですね、ちょっと小さいのの裏につけます。はい、こんな感じでしょうかね。そしたらベンチタイムを取っていきます。はい、ラップをかけて、これでですね、10分ほどベンチタイムを取っていきますね。はい、ベンチタイムが終わりました。それではね、伸ばしていきます。今度はね、表になる方を下にして伸ばしていきます。
これね、先ほどちょっと小さかった分を裏につけた分です。こんな感じにね、伸ばしたら全部一気にやらないで、一つずつ、まず半分ぐらいずつ2回に分けてやると伸びやすいので、2回に分けてやります。でその間にね、乾いてしまうので、こちらのね方にこうやってラップをかけておきながら一つずつやっていきます。はい、こんな感じに6個をちょっと半分くらい一度大体に伸ばします。そしたら今度は2回目をやっていきますね。2回目はバターをこれに巻き込んでいきます。ではバターを巻き込んでいきますね。今度は綺麗な面をですね、表になる面を下にして伸ばしてバターを巻いていきます。大体底辺がですね、このカードですね、これが大体12センチあるんですが、このぐらいの長さで、長さがですね20センチから25センチぐらいでしょうかね、の長さにしていきます。じゃあ伸ばします。だいたい底辺が12センチ、高さが25センチぐらいですね。そのぐらいの三角形に伸ばしました。そしたらここにバターをね、置きます。5グラムに切ったバターですね。これをまず、ここでしっかり巻きます。でね、しっかりつけてバターが出ないようにしますね。そしてあとはくるくる巻いてきます。はい、で最後ここはねしっかりつけますね。はい、こんな感じです。こんな感じに巻けました。そしたらこれをすべてやっていきます。はい、こんな風に成形ができました。ちょっとね三日月型にしてみました。それからですね、このクッキングシートを少し長めにこうやって切っておいてください。そうしないとバターが溶け出してきて天板がね汚れてしまうので。それではね、これに霧吹きをして二次発酵していきます。様子を見ながらやってください。だいたい35度で30分から40分ぐらいでしょうか。だいたい 1.5 倍くらいになれば大丈夫です。ではやっていきます。はい、二次発酵が終わりました。こんな感じです。35度で30分二次発酵しました。こんな感じでもういいと思います。ちょっとプル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 っていう感じで、はい、そしたらすぐにオーブンを200度に予熱してください。その間にですね、これにオリーブオイルを表面に塗ってお塩をかけていきたいと思います。オリーブオイルを表面に塗ったら、これにね粗塩をかけてきます。今日はね、ちょっとこういった岩塩をかけていきたいと思います。パラパラパラっとね、上に。はい、お塩をかけました。だいたい200度で15分ぐらいでしょうかね。あ、オーブンが温まったようです。では200度で15分くらい焼いていきたいと思います。様子を見ながらやってください。焦げそうでしたら早めに出すとか温度を下げてください。それでは焼いていきます。はい、焼けました。こんな感じに焼けました。
15分だともう少しね焦げ目がちょっと薄かったので結局200度で17分焼きました。こんな感じに美味しそうに焼けました。それでですねこうやってこうバターがね溶け出しているのでしばらくこの冷めるまでねあのこのオーブンシートの上に置いておくとこの溶けたバターをまたパンが吸ってくれるのでしばらくこのままちょっと置いておきます。はい、こんな感じにちょっとしばらくね天板の上にシートのまま置いておきました。そしたらねこういった感じにねバターをねパンが吸ってくれるのでバターが元にこれ戻ってとっても美味しくなります。これで一次発酵までホームベーカリーにお任せした塩バターパンの出来上がりです。こんな感じに美味しそうにできました。よろしかったら作ってみてください。1個カットしてみますね。薄力粉と強力粉を8対2で作っているのにいるので結構ちょっとフランスパンに近い感じの純強力粉に近い感じの生地でパリッとしてます。こんな感じです。じゃあ1ついただいてみます。外は結構パリッとしていて中はバターがじゅわーっと溶けてとっても美味しくできました。皆さんご視聴ありがとうございました。ホームベーカリーでね一次発酵まではお任せなので簡単にできるのでよろしかったら作ってみてください。それでは皆様お元気でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。翔健ママでした。